第3試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、ジャングルジャック150パンス伊藤カゴル、同じく185パンステリーパワー、赤コーナー、ラスカチョラスオレンタルス145パンス下田美馬、同じく160パンス南鈴鹿、レフィー笹崎克美。さあ第3試合です。南鈴鹿下田美馬組対テリーパワー伊藤薫組ということですけども、斉藤さん、はい、この試合の見どころというかポイントというのはどのあたりなんですよ。見どころというよりは、そうですね、はい、南下田組もチームのようでチームでないような、なるほど、コンビのようでコンビでないような、あのでもこのところ南がね、はい、下田選手とか組む機会が多いですね、あのラスカテオラスをなんか預かってるという形になってるようなんですけど、またテリパー伊藤薫組も定番のコンビにはなりつつあるんですが、チームカラーとしてはまあチームらしくもないようなチームらしいなるほど、これはみんなが自己主張していけばいいと思いますよ。いやしかしゴング早々から、今もそうでしたよ、やっぱり伊藤は伊藤でヒップアタックやりましたしね、ラリアット、テリーはテリーでラリアットやりましたから、はい、もうみんながみんないい意味で自分のね、いいところを出すことを考えれば、なるほど、なんだか、うん、とってもいい試合になるような気がします。確かにテリーパーと伊藤カオルね、全くこう違うタイプなんですけれども、そうですね、確かに噛み合ってそうで噛み合ってないんだけど、いいタッグという気がしますよね、見てて面白いというか、今両方とも選手ともね、うん、そこまで完成品じゃないですから、うん、伊藤も伊藤でものすごく面白い選手、シングルなのかタッグなのかなっていくでしょうし、テリーはテリーでシングルプレイヤー向きで、おそらくこれはシングルで上を狙っていくたちの選手ですよね、うん、なるほど、ですから今はこれを組んでて、まあ、自分たちを磨くという時期じゃないかなという気がします。そうですかね、小島記者。そうですね、まあこの後引退セレモニーやりますけども、神谷選手が辞めてしまうということで、はい、ちょうど伊藤選手もパートナーがいないということで、神谷と伊藤もとりあえず私たちペアじゃないからねっていつも言ってましたけど、まあ、はい、ね、まあなんかそれで固まってはいたんですけども、まあどん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 上を狙っていく選手ですから、このペアでオールスターもこのペアで出ますし、そうですね、まあ個性を出しつつ、各々の個性を出しつつ、なおかつタッグのオールスターは両チームともこのメンバーで出るんですよね、はい、1試合が、そうですね、南は三田と組んで、三田選手と組むんですね、風間半田組と対戦ということになってますね、はい、そういう意味で南選手、失礼ですけど、はい、シニアになってきちゃいましたね、シニアリーグといいますか、ね、なるほどあまりにも南選手と組んでいればとりあえず安心というところもありますから、なるほど、まあ、組ませやすいというか組ませる方でしょうね、そんな気もしますし、確かに誰とタッグを組んでも引っ張っていけるしという感じがしますよね、コツなくこなすという感じの南ですけれども、今日は下田とのタッグ、下田選手もちょっとチャンスがですね、はい、三田選手の方はタイトル挑戦させてもらったりいろいろあるんですが、はい、ちょっとその影に隠れている部分がありますので、なるほど、今日はちょっと注目してみたいなと思っているんですけども、さあそのあたりどの辺を、まあ、アピールできるのか、お客さんそして現状のフロントにもねアピールしていかなきゃいけないだと思いますが、腕立てしてでもって逆指をしのごうとした、あのなんか伊藤ですか、パワーでいこうってとこが好きですね、なるほど、本当に元気印、見ていて気持ちがいいという感じなんですけれども、伊藤薫、さあ今度はロメロスペシャル、あっとこれ崩れたか、さあ自分のコーナーに持ってきて、その円熟首を増すいぶし銀のテクニック、南鈴鹿の登場です。さあ抱え上げて、さあバックリップ、強烈です、ホールに行きながら腕がロックされてる、ね、腕をきちんと取ってホールすると、素晴らしいですね本当に、はい、あーっとこのバックドロップキックを外した、さあそしてマッスルパワー、テリーパワーやってまいりました、パワーサッポースポットモートみたいですね、そうですね、
表情も本当にノートンがラリアットに入る、そんな感じの表情をしてますが、今度はギロチン、そしてそのまますぐ起き上がってエルボー、この辺の流れは素晴らしい。よく考えてきてますね。はい、さあよく考えているというテリーパワーですが、もちろんパワーだけではありません。この人もいろいろといろんな技を勉強してどん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 吸収していってると、そういう気がするんですけれども、上腕がすごいですね、やっぱりあの筋肉の盛り上がりが逆エビしてながら、はい、筋肉の形になっちゃってるという。なるほど、本当にすごい、まあ、見てて気持ちいいですね。女性とは本当に思えない。でも女性的ですよ。そうですか、ね、すっかりテリー選手の前場の風景に馴染んできましたね。浮いてないですよね、もうね、あんまり何の違和感もなく、浮いてるって言ったら失礼ですけど、本当に、ファイトの中の戸惑いがだん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 消えてきてます。確かに。なるほど、非常に練習熱心という話を聞きますのでね、前場イズムというか、そういったものの吸収も飲み込みも早いんじゃないかと、そういう気がしますけれども、またキック使う選手が多いですけれども、はい、この選手だったら今みたいなスラジハンマーとかダブラックサンドルで持って打撃技という感じがしますから、はい、さあカウント2、フレームシステムをね、はい、こうやって対空時間つけると、はい、なんか違う技に見えてくるじゃないですか。なるほど、パワフルですよね。さあ今度は伊藤が元気に飛び跳ねるというか、ドロップキック、まだ行きます、まだ行きます。でも伊藤選手、体重がありそうですね。なるほど、まあ、アンダン型というか、ドロップキックの打点が、うん、高くて素晴らしかったんですけど、はい、体つき見てるとやっぱりレスラーっぽい、うん、重いですよね。安定してますよね、下半身が非常に。さあホール、さあ今度はストンピングで攻めまくります。小島さんはこの伊藤薫、はい、最近の活躍というのはどのように見てますか？そうですね、まあ、今年は平成元年組がぐっと出てきてもらいたい年なので、はい、伊藤選手でもすごく期待してるんですけども、うん、元年組と言いますと、長谷川佐紀江、バット吉永、渡辺智子、ここら辺がもう出てきてもらえると困るというかですね、困るというか、メインイベンターに大手かかってると思いますね。そうですね、もう63年組まではガンガン井上京子とかこう吉田真理子がガンガン目に出てますんで、平成元年組にそこに割って入ってもらいたいんですけども、うん、まず、まあ、先手役として伊藤選手ですか、うん、アジア選手と組むことが多いんでメインへの登場回数が多いんですよね。なるほど、ジャングル役としてね、はい、はい、ですからもういろんなものも吸収してるでしょうし、まあ、そういった意味でヒノキ舞台を、まあ、経験しやすい立場にという感じですけれども ね、そう、顔が子供と言われてますから若田選手と間違われがちですけれども、うん、やっぱり5年目ですからね。そうですね、はい、昔女子プロレスの場合5年というとベテランと言われたんですよね。そんなにタイトルが早かったというか、なんとなくキャリア5年のベテランですなんてテレビで僕よく聞いてたんですけど。なるほど、おっとこれはおっとちょっと変わった形からのフェイスクラッシャー、この辺も工夫が見られます。そしてもう一度、あっと今度は高速ドロップ、ブレーンバスターです。やっぱり同じ技2回使わないというか、組み立てをものすごく考えてますね。はい、さあこんな、そしてサソリ固め、これは何か強烈なイメージ、何でもやんなってきましたね。何でもやん、何でもやっていうか要するにレパートリーが増えたっていうことで、でもあんまりレパートリー増えすぎると、レスラーって没個性になるんですよ。まあそれはね、料理一体というかね、何でも技にちょっとないんですよ。難しいところですけどね、ただ、今日は確かにいいです。パワーに下田選手が押されっぱなしというか、テリーのパワーと伊藤の元気に押されっぱなしですね。そうですね、ここまでの展開はね、なんとなくあんまり、あ、やりましたね、これやっぱり、いやパワーリスト、おーっと、もブル様が留守ですから、はい、足が見せないとということでしょうか。いや、でも、テリーパワーにこんなに似合う技ないんじゃないですか。そうですね、今はとってもかっこよかったです。軽々とリフティングしましたテリー、あー、そして今度は体を預けたがカウント1、あ、
さあ、そして今度は南がトップロックからあーっと出ましたね。南とテリパーの絡みって面白いと思いますよ。なるほど、わざと力と技というか、いや、そんなにパワー負けしないと思いますよ。あ、逆に、おっと、しかし今度はラリアット。さあ、そして今度は伊藤と南という対戦になりました。テブラのラッコンヒーロー、美しいですね。これはかなり、それこそ腰砕けって言葉がありますよね、あんな状態ですね。おっと、今度はまた強烈にバックブリーカーでカウントはどうか、うん、ダブルアームスープレックスの体勢からバックブリーカーに持っていくのは、はい、あれもメキシコの技なんですよね。あ、なるほど。小島記者、はい、そうですね。まあでも日本ではほとんどこの人の先輩特許というか、あとバンバンビガロぐらいですよね。そうですね、ビガロもう今休んでるけども、はい。今度は逆肩エビ、あーうまいですね。あのちゃんと足をフックして、そうですね、ロープに届かせない、シャチホコっぽい逆エビですね。シャチホコがため、ね、しかし本当に女子プロレスというか女子のレスラーっていうのはもうあんだけ剃ってもね、ちょっと休むと、いやでも痛いと思いますよ。ちょっと休むとでもすぐ元戻っちゃうじゃないですか、ええ、男であそこまで曲げられちゃうともうなんか背骨の背骨もボキボキ折れちゃうんじゃないかという気がするんですけれども、さあカウントは2。伊藤選手も1回受けに回っちゃうとなかなか抜けてれないというのがこれ癖ですか、悪い癖、まあキャリアの問題もあるんでしょうけどもね、うん、まあ相手が南ということもあるんでしょうけれども、さあ確かに攻めてるときは非常に元気がいいんですが、ちょっと防戦になると苦しくなってくる伊藤、はい、技をね、はい、やり終わってって投げ終わってからゴールに持っていくときのスピードがなんか南選手、他の選手と違うんですね。パッとゴールの体勢にランディーサベージっぽいですよね。はい、なるほど、はい、弾球の付け方がやっぱり味付けが違うという感じがしますね。この辺がフロート受けをするという言われかもしれませんけれども、さあ今度は下田が足をのじ、この放送席から見てても、はい、南選手の背中の筋肉もすごいですよね、相当。あー、なるほど、もともと大型選手ですからね、下田選手ももうちょっと今日、まあこれからでしょうか、まあ、いい形で繋いでもらったんで、ここでそうですね、今素晴らしい形でね、自分コーナーで繋いで、はい、もうすぐホット選手も帰ってきちゃうんで、そうですね、そろそろ答えを見せてもらわないと、帰ってきちゃうっていいですね結構恐怖に震えてるかもしれないですよ。だいぶ気にしてましたからね、怖くて、そろそろこの辺で答えを出しておかなければいけないという下田が伊藤に切り返されましたが、さあここから伊藤はまた元気を復帰、おしかし得意のネックブリか、これは下田選手反撃ですね、はい、得意技、さあもう一発いくのか、相手よりも自分が高く上がってしまうというこの島田の独特のネックブリーカードラップ、ネックブリーカーの足が、ね、上に上がっているときは調子いいときにバロメーターになりますから、さあそして今度はトップロープからこれもネックブリーカーでそのままホールですが、これはどうか、カウント2、問題はネックブリーカーの後につながる技ですよね。なるほど、その技を今度はフィッシャーマンズスープレックスホールド、これはどうか、うん、さあこの後につながる技という指摘がありましたが、ここで南にタッチ、もうちょっと見たかったかなと思いますけどね。さあそしておっと、ヒップアタック狙ったんでしょうね、はい、これはさすが試合巧者、南よく見ていた、さあそしてロープに振った、おっと今度は手下くんしましたからね、はい、意地でも意地があります、ヒップアタックやってやろうと思ったんじゃないですか、これだけは譲れないというヒップアタック、強烈にヒット、本当に体格的にはぴったりとあった技かなという感じがします。顔の表情っていうか、はい、全部おお、ローリング戦闘ですね、これは素晴らしい、さあカウント、おっと危ない、たくさんオリジナルがあるからいいですね、フックがあってローリング戦闘があってフットスタンプへのね、つなぎがありますから、これはもう完全に個性につながってますもんね、それがお客さんがそれで盛り上がるという感じなんですけれども、今度はテリパー、伊藤はコーナーでちょっとうずくまって腕をちょっと痛めたんでしょうか、これはパワースラム、強烈なパワースラム、さあこのままカウント危ない、す
強いパワースラムが決まりましたが、カウント2でかろうじた跳ね返しました南。さあ今度はラリオック、あっとこれはうまい、うまく回らない。今度来日以来のベストマッチじゃないですか。そうですね、なるほど。だって全然あのもたもたしたっていうかくよくよしたところもないですから、あ本当になんか悟りの境地で戦ってますね今日は。なるほど、ええ、あそのあたり体が自然に動いているのか、非常にいい動きが目立ち、そして今度はまたパワースラム、これは強烈ですが、これはどうか。どこからでも投げられるパワースラムになってきましたね。うん、フランケンシュタイナー惜しいですね。さあ来るか、その得意のフランケンシュタイナー、あアルケメットウォリアーみたい、おすごいですね。このあたり意識を知ってるんでしょうか。女子レスラーですごいとかかっこいいとかいう形容詞が似合う人もこのぐらいの人ぐらいのもんですよ ね。おっとこれは素晴らしい、メキシコ流ですね。いやー今のは素晴らしかった。いや下田がアバドという見せ場を作りました。さあそして今度はスープラドンの攻撃だ。今のはものにしましたね、あの技を。はい、メキシコから帰ってきてもう1年経ってますからね。なるほど、ようやく土産が完成したというか、ね、なるほどね。土産なんて言ったら完成でした、あんだけ、しかし綺麗に決まりました、ね、あっと今度あんだけ素晴らしく決めて怒られたんじゃしょうがないんですか。いや素晴らしかったですよ今のは。そうですね、さあ今度は15分経過、そのままの技というのはこれほど分かりやすい技はないんじゃないでしょうか。ちょっとスタンプ、さすがにあれですね、おーって拍手をもらえる技を下田が出しましたよね。あそうですね、でまたテリーがさっきのパワースラムの中でおーがありましたよね、はい、そしたらちゃんと伊藤が出てきて自分もそんならばって言って、うん、満を持してフットスタンプ出しましたから、うん、偉いですよね。あこれはうまい、これはうまい、南これはうまいぞ、一瞬の返し技、しかしカウント2、いやパワースラムをあんな風に返すんですね。あーそしてこんな太陽を浴びせて、さあこんなツープラトンでテリーパワーを攻めます、ぶち破れ、おっとダブルラリアットをかわして、さあ今度はどうなるのか。さあ上がりました、おっとおっとテリーパワーが戻ってきてダブルラリアット、吹っ飛びました南は場外へ。さあ今度は下田がロンリーバトルになるのか。さあおっとサイドバスターの形からそのまま1回転、さあカウントはどうか、うん、目まぐるしい展開になってまいりました。今何が何だか分かんなかったですね、はい、本当に。さあそして出ましたね、これはこれは痛いです。さあトップロープ、うわ痛い、素晴らしい、今下田腕でガードはしていたんですが、うん危ない、いつ見ても痛そうですねこれは。今なんかも本当にあ危ない危ないなって言って、あの南選手がカットに来ましたよね、さあそして丸め込んで、今日はちょっとあれですね、三田選手メキシコっぽい、そうですね、固め技というか意識してますね、自分の個性といったらそこになるでしょうから。なるほど、おっとおこれは変形の、うん、2回転多かったんですねして往々にしてああいったもので決まってしまうこともあるんですが、さあローリングセント、これ失敗、2回はやはり無理です ね。今日は問屋はというやつで、さあ今度は南がトップロープに登るが、テリーパワーがすかさずカットに入るが、おさあ慣れしのブレーンバスター、素晴らしい、綺麗に決まりました、リング中央で大の字は南、さあカバーの体勢でここは下田がカットに入った。さあここへ来てこの4選手入り乱れての攻防、おっとそのままおそしてリング中央で、あってこれは権利がなかったということで、そして南がそのまま襲い込んで、うん、さあそしてリング上では、あさあ今日試合内容としては非常に素晴らしい、すごかったですね、そうですね、お互いのチームほとんどツープラトン攻撃者が出してないにもかかわらずこれだけ関数が高いってことは、また一人ずつみんな自己主張できたしね、はい、最後は締めるところ